はい、それでは S2000 の試乗インプレッション行ってみたいと思います。 AP1 前期モデルですね。純正ハードトップ、そしてアドバン17インチホイールに転移車高調といった感じの、まあライトチューンですけどね、そんな感じの仕様になっております。走行距離がですね、まだ5万7800キロなので、すごい年式考えるとね、少ないですよね。で、まあこの距離の S2000 というのもかなり少なくなってきているので、まあ、とても希少な1台かなと。で、距離が少ないとですね、乗ってないのでエンジンの周りが鈍かったりなんていうこともあったりするんですけども、この車は大丈夫ですね。ミッションの入りも特に問題ない感じで、クラッチのつながりなんかも全然大丈夫ですね。で、タイヤがね、ネオバ、入ってるんですけども、やっぱりちょっとね、ロードノイズは大きめですね。車高下がってて、まあタイヤ自体の幅もね、純正よりは大きくなってるというのもありますけれども、室内に入ってくるような異音もないですし、アクセルのレスポンスもいい感じ。この辺なんかもね、クイクイ曲がってくれますね。乗り心地はですね、ほぼ純正と同じぐらいじゃないかな。タイヤが17インチになってネオバ履いてるので、タイヤでの乗り心地のこう悪さっていうのは出ちゃうんですけども、まあ、それでもかなり乗り心地はいいですね。ブレーキの効きもいい感じなので、ワインディングとか結構ね、このまま気持ちよく走れそうな感じですね。今エアコンもつけてますけど、涼しい風出てきてます。走らせていて何か違和感を感じるというようなところは、なさそうです。以上、S2000の試乗インプレッションでした。